噺家の着物。三代目、三遊亭金馬。噺家の着物と改まって言うほどのこともないが、落語の中に出てくる人物の着物をお客に説明するにも、噺家自身のなりが悪いと言いにくいことがある。例えば、夢金で、雪の中船宿へ来る侍と娘黒羽二重のいつ書紋付き、黒が焼けて羊羹色になり、紋だけ黒くなっていて羊羹羽二重黒紋付き、茶券状の芯の出た帯を、胸高に締め、朱座屋のハゲっちょろけた大将落とし出し、というようなことを話すのに、自分の紋付きが襟垢のついた色の冷めた紋付きで手垢で光っているので訳がさして、大きな声でおしゃべりができない。つくださいという叱るで、ジロベイさんの服装を、女房が、薩摩の蚊がすり、根拳状の五分詰まりの帯、すき家の羽織、扇子とタバコ入れを腰へ差しし、白木ののめりの下駄を履き、白なめしの鼻緒に、重曹本正が通っている。霧は越後ではなく会津でございます。というように、叱るは細かいほど盛り上がるのである。ついでに、夢金、の浪人者は黒羽二重、娘は木八条の追服。高尾、で仙台港のなりが金子で竹に雀、紫頭巾、池田大輔、信用のなりが紬の大服に仙台平の袴。浮世床、の娘のなりは演る話家の好みによる。片棒、わてこまいのなりがちりめんの長寿版、片肌脱ぎ。出世のたっつけ袴、カエル茶番、は勇気の合間。小当たりの乱達。矢次郎、黒羽二重、小当たりドンスノの袴。錦の袈裟、七里面の長襦袢。花見の仇討ち、浪人者と六部。六部のなりはネズミの袈裟、ネズミの鉄鋼、ネズミの気範にネズミの旅。巌流島、武士のなり。高雪島、利広し茶、士官茶。個人住吉町の遠教師が、たらちめ、の枕に、縁はいなもの味なもの。お召し物にもご縁がある。例えば、合わせたものなれば、上に着る表の布がご亭主、裏につく絹がおかみさん。そこで、見立てが悪いと、釣り合わざる破風縁のもと、また見立ての良い夫婦でも、裏でも両でも嫉妬の焼け焦げをこしらえたり、シミ、などをこしらえると一旦解いて、仕立て直す。せっかくまとまっている夫婦が、一時離れ離れになる。合わせ物は離れ物とは、ここから割り出したのかもしれません。仮にこれから春着をこしらえると、昨今は黒が有効で、羽二重が良い。男のちりめんや、壁などは、にやけるし、紋羽二重と来ると坊さんじみるし、黒ジュースが良い、と来るとではの秋田でおりますのを最上等といたしてあります。裏は貝絹が良いが、どういうものか貝絹は近頃はやらない。滑りも悪いし重みもあるが、ドンスにしようか。いっそ主賃にしようとなると、西陣で結構なのができますが、俗にから者と申しまして深刻でおりますのを最上等といたします。すると深刻のおかみさんと秋田の旦那様とご夫婦になると、面白いもので、羽織が秋田と深刻とくる。着物は七個の節がよかろうとくると新州上田が本場で、これで三カ国。下着が琉球と来ると日本の端沖縄県。これで四カ国。裏につく絹は秩父で、これは武州で五カ国。道着はお召しがよかろうと来ると成形で、これで六カ国。
ジュバンの童話ネルにしようとクルト西洋で7カ国。袖ヶ浜チリメントクルトエシュー長浜で8カ国。帯が博多とすると、これは筑前で9カ国。それで下帯が腰中ならば、まるで国づくしが出来上がります、と、こと細かに申し述べた。いささか自分のなり道楽の自己宣伝もあったようだが、この叱るも、お客は講座で喋っている話家のなりをギョロギョロ見るものだ、ということの教訓になる。原稿では、前座、二つ目、真打ちと皆同じなりをして講座へ出るが、昔は、前座は羽織を着られず、家からの行き帰りには着て楽屋で脱いで働き、講座へも羽織は着ずに上がった。原稿では前座が紋付き、袴、羽織で上がっても、お客様も不思議に思わなければ、楽屋で先輩も何とも言わなくなった。前座時代には早く紋付きが着たいと思った。同胞町の縁右師匠のおかみさんが亡くなられて、そのお葬式の時に腰脇のものが着る縦縞の木綿に、梅鉢の紋付きの羽織をいただいて初めて講座へ上がった時は、嬉しくて昼間もその紋付きを着て歩いた。その服装で正々堂々と、21歳の兵隊検査に行った。検査官に、異様、色男、と冷やかされて肩を叩かれた。その紋付きの羽織を着て、吉原へも遊びに行った。初めて、紋付きを着ると、身体に馴染まないで、来た当人も、他で見ても、なんとなく変なものだが、これがどんな木綿の紋付きでも、長年着ていると、身体にちゃんとつくものだ。もっともこれは、我々話家の作業服のようなもので、まあユニフォームである。その代わり、いつどこでお葬式に出会っても困らないで、悠々とお焼香ができる。我々長年紋付きを着慣れたものから見ると、素人の方が、婚礼とかお葬式の時にだけ着る紋付きは、体についていないで、仮着をしているようである。昔の話家や、講釈師などは随分ひどいなりをして講座へ上がっていたものだ。吉が言う馬楽という人も、和次の土寺に紫の細紐を締めて講座に上がったのを覚えている。もっとも、あの人は爆撃を盛んにやっていたので、脱ぎぶち、お金がないと聞き物で勝負すること、押した帰りだったのかもしれないが、この人写真嫌いで、このなりで良ければ撮ってくれと言ったという。それで土寺に鉢巻きで撮った写真より残っていない。普通、話家が写真を撮られるときは、ちょっと待ってくれ、と着物を着替えるものだ。気違いと名人は紙一重の違いだというが、その自分から少し変だなとは思っていた。もっとも、昔の話家、講釈師は土寺を着ていても、お大名の叱るができなくてはいけないと言っていた。話家は着物を見せるんじゃねえ。芸を客に聞かせるんだ。着物見せるなら柳原へ行けばよい。昔の柳原というところは、古着屋が軒並み並んでいた。私謎の、生意気盛りの頃、当時の研究会のお仕着せは、桃色の紋のついたキャラこの黒の紋付きであったが、この人への着物一枚という服装で寒い時は下へ何か着て、初めて大阪へ行った。髪型の芸人は服装道楽のものが多いので、私の服装を見てみんな驚いた。平常着にも講座着にもこれ一枚で、見かねたのか。大阪日本橋の傘屋のお母さんが私に注意してくれた。何人でもいいから羽織を着て、
口座上がらないと、お客にバカにされますせ、と、そこで私が考えた。何か変わった羽織を着てやろうと、豆もんりの手ぬぐいを一旦買ってきて、これで羽織を作ってもらった。羽織の紐は真田の下駄の花尾の前つぼをまこと中へ、横花を両脇に結わえつけて口座へ上がった。楽屋で髪型の芸人が、関東の方は行きやなぁ、と、変な褒め方をした。売り物には花を飾れという情報で、このなりでを受けられ、口座が受けないでお客に、やめろ、と声をかけられたり後を向かれたりすること、で東京へ帰ってきた。作家の長谷川新先生が、若い頃、横浜で講釈を聞いて、あまり話術がうまいので、その人の弟子になろうとした。楽屋へ行ってみて、なりの悪いのに驚いて、この芸でこんな服装をしているようではと諦めたという話が残っている。今でこそ、猫も尺子も噺家は袴を履くが、昔は真打ちでも袴は履かず、座敷、口座以外に背負われていること、から帰りに寄席来ても、楽屋で袴を脱いで、口座へ上がった。これは、縁ルシカルによって袴を履いては縁起にくい土地がある。世話物、隠しカル、つや仏、道楽のシカルには、紋付き袴はいかにも野暮で、シカルの邪魔になり、とりわけ怖具合の悪い場合が多い。また紋付き、袴羽織で縁起良いシカルは、メカウマ、であるとか舞踊を主としたシカル。侍の多く出るシカルくらいで、他のシカルは、袴ばかりでなく紋付きの羽織も邪魔なものである。紋付きの羽織は、この場合一礼の後脱ぐものである。この羽織を脱ぐにも、どこで脱いでよいというものではない。三人旅、で、馬の上に乗ってから、羽織を脱ぐことはできない。本題にかかる前、枕のうちに脱ぐ。この羽織を叱るの道具に使ってうまかった人に、ゆえ橋本円橋賞がある。夢金という叱るで、先導髪のを脱ぐときに、羽織を脱いで、雪を払っては消え置く。往来で友達と喧嘩のときに、この野郎、と言って脱ぐ、ください、で。この着物をそっちへやっておけ、と、表から家の中へ放り込むと、その時いかにもお祭りのお揃いの浴衣を脱いで急いでいる情景が出る。演出効果 100% と言いたい。羽織を脱ぐだけが一つの芸になっている。昔の話家がこの羽織の裏へお金をかけたのも、見えばかりでない。羽織を口座で脱いでおいて叱るをしている、あと連、自分の後に登る人、が来ると、前座がこの羽織を引っ込める。後の来た合図である。常連は羽織が引けたから、後が来たなとわかる。昔素人でも、通人の間であまり話が長いと羽織を引いてやれよなんという言葉が流行した。この羽織を引いても、すぐに口座を降りる人と、後の叱るの切れ状まで行かなければ降りられない人と、前座は心得ていなければならない。今は、口座で羽織を脱ぐ人も少ないが、また、うまくこの羽織を引ける前座もいない。あと連が来たからといってどこで引いても良いものではない。叱るの模様、言葉の切れ目、叱るの邪魔にならぬよう、音をさせず、引きずらず、お客の気のつかぬように引くもので、四重口座に気を配り、油断なく、いわば用の貢献役と心得るべきである。オチがついても引けない羽織綱状踊るも七つ過ぎ。その頃の話家にも、副総道楽という人があった。花の縁遊さんのうちわに、
三好という人がいて、この人は、毎日羽織から帯、着物、タバコ入れまで、15日間変えてきた。目のくぼんだ、まるで骸骨の根付けみたいな顔の人で、自分でも、北海道の差配人みたいな顔でだんだん目顎の方へ引っ込んでゆくようです。しまいに後ろへ目が出ましたら神楽坂へ引っ越しします。後ろ目の神楽坂と言って、と、つまらないことを言っていたが、これは、牛ごめの神楽坂というシャレである。花時になるとロの無双と言って、ロの合わせを着ていたが、その頃の前座が、この羽織を畳むにも心配したものだ。また、名人住吉町の遠京氏は遠ルシカルによって着物を変えてきた。細かい島物を着てくると、今晩は、カジカザは、だなと、すぐ遠ルシカルがわかったものである。話かは黒の紋付きが一番無難のようである。できれば無地物か、あんまり荒くない島物が良い。古文は兵による、ある話家が、古文の着物と羽織の帯を着て楽屋入りをしたところ、下座の三味線引きの場は口が悪いので、師匠、顔も古文の帯ですね、と言った。その師匠、顔に小さいシミが多くある人だった。永年黒ミス。林部屋、のうちにいると口も悪くなる。勇気登山も着心地は良いが、頭がはげてくると、いつかいかつく見える。亡くなった立花の窓かしが、頭がはげてくると講座の着物が難しい、とよく言っていたが、自分の頭がはげてから、その言葉がつくづくわかった。かすりは細かくとも遠ルシカルによって着にくい。片びらはともかく細かい島は無難である。今日の木倒れ、大阪の食い倒れ、というが今日大阪の話家は、昔から着物に金をかける。着物と言わず、着るもの、とか、切り物、という。派手なの締めの着物を着たり、特に春男児は、初代二代ともに父がいじみた着物を着ていた。良い年をして印番天のような着物、または朱抜き、紫の大きな紋付き、その紋も未章の中に、春、という字が大きく染め出してある。金鎖の羽織の紐、太い金の腕輪をして、日の長襦袢の袖が見え、水色の襟がかかっている。白剣状の博多帯。このようななりで、火事棒に後押し、紅白の綱引き、身一引きの人力に乗って、掛け持ちをしていた。大阪の落語家はすべて、理屈なしに派手にして常に迷信らしく、着物と言わずに、衣装、と言わせ、舞台へ出る衣装であるから往来は包みでカバンへ入れて持ち歩き、次の席へ行って出して着る。戦時中話しかも国民服にテーブルを前に叱るをしたが、振り袖を着て大掃除をしているようで勝手が悪い。演出法も苦労をしたことがある。洋服、テーブルで、昔の武士の叱るを演り、刀で切り合う時などは思ったより縁起良かったが、船を漕ぐ、馬に乗るなぞ、思いがけない叱るが縁起にくいものだ。僕も怪我した後は尺台を置き、舞台はテーブルを置いて演っているが、テーブルの高さによっては縁起にくい叱るがある。寄席の講座で、芝居叱るに、引き抜き、という着物を使う。これは芝居の、引き抜き、の着物と同じで、袖の縫い目に小さな黒い玉がついていて、この糸を引くと着物から袖が裏返しになる。黒紋付きの裏が、粗い弁慶寺までがらりと気分が変わる。途端に講座の後幕が落ちての遠見、野原の円形、
になる、公爵氏にも、定海さんという先生は、博多、まで帯を注文して別折にさせていた。この人の言い分が面白い。世帯とは、世の帯、と文字に書く。何はなくとも芸人は、帯だけは金をかけたいものだと言っていた。仲間ではこの人の帯のおげりを買っていた。原稿では話しかも洋服を着て楽屋入りをして、講座着と着替える。雨降りの楽屋謎長靴が並んでいて、話しかの楽屋だか、魚屋の入り口だかわからない。長靴が多くなったので間違えるから時の洗濯ハサミに名前を書いて挟んである。昔の話家には粋ななりをしていた人がある。登山の着物に、五仏まり、の博多の帯、日和下谷や綿黒の花を、千住のタバコ入れを腰に下げて、羽織の入った風呂敷包みを持って楽屋口を出入りした。そんななりに憧れて、話家になったものもある。我々の中高の祖で噺家の神様と言われた、初代三遊亭圓朝という方は、若い頃は黒の紋付きだが、白剣状の博多の帯、七里面の袖に水色の襟、金巻への印籠を下げて、まるで大神楽の親方みたいななりで大きな扇子を持って出て声色を使い、若い者が一度は通ってくる嫌味な講座であったとは、お顔に太郎さんの延長表であるが、その頃延長氏は、芝居しかるを演っていたためにそんな服装をしていたものと思う。大神楽の親方というのは芝居の、どんつく、にも出てくる。ただいまでは、曲芸師なんというが、その頃はそんな服装でお正月の町内回りをしていたものだ。鉢巻きをせぬと助六代神楽。テレビができてから話し家の着物も随分派手になった。黒羽舞台では、写りが悪いというので茶の紋付き、ナスコン、ウグイス色、ネズミ色などを着せられる。急ぐときはそのままで講座へ上がるのでいささか色気がいじみて気の引けるものだ。五代目左学士は一時競馬に夢中になって、馬の蹄の紋付きをこしらえたことがある。近頃での新人閉じたともに認めていた初代三五郎さんは、三、五、六、という字を紋付きにも染めていたし、漫談や大辻四郎くんは、四と六、の字をよく使っていた。佐藤八郎先生も、八と六という背番号のジャンパーを着て、放送局のスタジオでお目にかかった。今の若い方は平均して昔の若い人より寒がりで厚着のようだ。我々若い時は寒中でも素合わせと言って、下へシャツだの桃引きなんというものは着なかった。伊達の薄着というが、それでサメ肌を立てていた。若いうちは、桃引きを履いたり、芋を食うようになったら自殺してしまう、なんと盛んに人に言っていたが、今は、芋は食べないが、冬になると、面目ないが桃引きを2枚履くようになってしまった。それでも、18歳の時から2年間、寒参りをしたことがある。雨の夜も雪の晩も白の容疑一枚で、もっとも、どてらに街灯の寒参りなんというのはないが、話し家の着物といっても、若い話し家が講座で踊りを踊るときに、出来心の叱るのように裏は花色も面ではどうにもあがきがつかない。見えばかりでなく、次々でも裏へ着ぬものをつける。また年齢にもよるもので、僕なぞ若いうちの素合わせどころかこの頃では暑がり屋の寒がり屋で、夏は水着になるのが、町内で一番早く、冬にならないうちからどてらを着ている。